ロンハー私服版グランプリ賞。僕の大好きなロンドンハーツでですね、私服版グランプリという企画が放送されまして、内容はですね、芸人が30人集まってですね、街行く女性にその芸人さんの私服を評価してもらって、1位から30位のランキングをつけようというね、回でございます。そのね、ランキングを見ていて思いました。このランキング上位の格好を真似すれば、僕も東京のおしゃれな女性に好かれるんじゃないか、かっこいいと思われるんじゃないかと思ってですね、今回はロンハーの私服1グランプリ上位の格好を真似てみた。よいしょ、まあ、結論から言いますと、上位だった芸人さんはなんとね、2位が小宮さんで、3位がね、加納栄子さんでした。で、格好がこちらです。はい、まあ、2人してね、共通することは色味が非常に爽やかですよね。で、白が使われている、そして色味が3色以内に抑えられている、全体的に綺麗めで、靴はスニーカーという共通点があったので、今回はね、こちらの加納栄子さんと小宮さんのですね、コーデを真似ていこうと思います。ファッション YouTuber からの、まあ、観点をですね、非常に恐縮ですが言っておくと、加納栄子さんからのね、コーデをどうかなって言っていくと、非常にね、爽やかでかっこいいと思います。スニーカーがね、個人的な感想ですが、バンズのオールドスクールは多分めっちゃ愛する人も多いから言いづらいけど、ちょっと前に流行って今トレンドダウンしてきてるよな。だから、まあ、スニーカーはね、別のアディダスとかのスニーカーやったらよりね、トレンドっぽくかっこよかったんかなと思いますね。例えばアディダスのサンバなんかでね、合わせていれば、まあ、超ドストレートに今っぽい格好になったんかなと思います。で、髪型が結構ね、ビシッと決めてかっこいい系で、ただね、コーデが結構なんか切れ目と言いますか、パーマのマッシュって学生やったらこの格好はね、より映えだと思うんですけども、ちょっと、ね、髪の毛がピシッと決めすぎてるんで、まあ、服ともね、もうちょいこう男っぽい、例えばこの白パンをインディゴのデニムなんかにね、変えちゃうとかやったらよりかっこよかったんかなと思うけど、まあ、女性がね、このコーデいいって言ってるんで、まあ、それはいいんですよ。で、このね、小宮さんのコーデは服好きの観点から話すと、まず年齢に見合ってないかなっていう加納栄子さんも小宮さんもね、僕大好きですよ。僕大好きです、もちろん。それ先に言っとくわ。小宮さんなんてね、ゴッドタウンでバズった時から好きですし、加納栄子さんもね、レッドカーペット、レッドシアターの時から、エンタからかもう好きですよ、もちろん。はい、ラーメンつけ麺僕イケメン、はい、オッケーの時から好きです。で、小宮さんのね、年齢を見ると、まあ、39歳なんですよ。今年49ですよ。今年40ですよ。今時空がね、飛んじゃいました。今年40の方がこの格好っていうのは、ちょっと年齢に合ってない。19とかやったらいいけどごめんなさい、ちょっと年齢に見合ってないっていう気もしたので、小宮さんはこういうね、系統が好きなんで、別に人の好みはね、もちろん自由なんで、まあ、なんとも言えないですが、むずいな、これ。中のシャツをデザインのあるシャツじゃなくて、無地のロンティーとかやったらより良かったんかな。うん。で、靴もパステルカラーの水色じゃなくて白で、色味をね、減らしてよりこうシンプルにすると大人っぽくなったんかなと思うな。それか、コンバースの色を黒いコンバースに変えたらより大人っぽくシンプルになったんかなとも思うけど、まあこれが2位なら2位なんでしょう。じゃあまずね、加納栄子さんの格好をこの夏使えるようなコーデにして真似していこうと思います。じゃあ行ってみよう。まずね、パンツを白パンに変えていこうか。はい、白パンに変えました。はい、白パンに変えましたよ。いかがでしょうね。Tシャツがグレー。はい、ってことでこちらダークグレーのコンセプトの半袖Tを着ていきます。せーの、こちらね、グレーで完成したんで、次はね、こちら黒系の丸い靴をね、履いていきましょう。今回履いていくのはこちらのクラークスのワラビーを履いていこうと思います。この丸いシルエットがかわちい。はい、ってことでワラビー履いてみました。ここからですね、なんか黒と白の格子状のなんかアウターみたいな羽織ってんすよね。なんかジャケット、もう黒白のジャケット、ちょっと探していきましょう。なんかめっちゃ加納栄子さんよりかっこよくなってもらった。緑のなんかカバンみたいな持ってるよな。今家にある緑のもんが、この友達の結婚式でもらった引き出物のなんかね、いろんなギフトが選べるさ、やつしか持ってないから、まあ緑のやつこう持ってみる。こうやって、はい、加納栄子さんのコーデこんな感じですね。これ女子受けどうやろう。もう栄子さんよりかっこよくなってない俺。はい、加納栄子さんのコーデを巻いてみました。えいしょ。ただね、真夏はジャケットなんか羽織ってられないんで、半袖のシャツに変えると、はい、着てみました。こちらですね、リップクリーム入ってたわ。塗ろう。黒系のね、ジャケット羽織ってみました。こっちの方がさっきより柄が入ってるんで、このように近いかなと勝手に思ってます。まあ、こんな感じでね、最後に本や本グリーン、もう一個ね、家にこのグリーンがあったんで、グリーンもうちょっとこうかな。はい、こう
こちらで加納英子さんのコーデが丸々作れました。まあ一緒っすね、ほとんど。はい、こんな感じです。英子ちゃん、これ女子受け間違いないですね。自然も感じるし、最高のコーデできました。ありがとうございます。英子ちゃん超えしてもったな。はい、ってことでですね、こちら次はね、小宮さんのコーデ真似していこうかな。パンツはね、白パンなんでもうこれでいいかな。うん、で次が白シャツに青いシャツ羽織ってる。え、シャツアウターか、これ白シャツ。これをね、まあ要素を取り入れつつ夏っぽくコーデを組んでいこうと思います。しっかりね、原作再現してボタンはね、第1ボタンまで締めていきます。ここはしっかりと原作を再現します。白シャツ着てみました。水色のシャツアウター、一応今ね、ちょっとくしゃくしゃやけど、水色のシャツは持ってるんよ。これ着てみようか。うわー、きつで、シャツは袖まくってないよな。でこれきっきつい、結構小宮さんっぽくって思った。これきつ、きついって言ったらあかんか。これ2位ですかね。だってこれ2位やもん。きつくないよね、全然きつくない。うわ、で一応なんか黒いカバン持ってたから、一応僕も持つと、はい、できました。小宮さんコーデ。うわー、きつ。靴がね、スニーカーないんで、一応ね、まあブラックで履いてみました。はい、小宮です。なんとかで、あい、今の小宮さんのマネもね、してみました。はい、ってことで、ね、こんな感じですが、これをね、今夏風に僕がかっこよくしていきましょう。まず上半身の靴全部脱ぎます。テイクオフ。シャツは第一ボタン開けてやれ。まずね、できるだけ原作再現できるように中にね、白っぽいクルーネクティーを合わせてみました。で水色のシャツを羽織っていきます。一応アウターっぽく着れるようにワンサイズ上げて M サイズを着ております。靴もですね、できるだけ原作再現できるように白いね、レザーサンダルを履いてみました。こちらです。わちゃ、今までね、股関節の筋がピキって言いました。27歳。はい、こちら小宮さんのコーデをワム風にアレンジして、プラスで夏でも着ていけるようにアレンジしてみました。まあ個人的にね、満足いった点はシャツをね、サイズ1個上げてアウター風にね、着たのが良かったのと、あとはね、中にこう薄い色の縦のラインを作ることによってスタイルアップ効果もつながってますし、しかもね、小宮さんのね、原作にも近づけるんで良かったなと思います。で靴もね、小宮さんの原作に近づけるように白っぽいものをね、持ってきました。黒いカバンをね、背負っていきます。はい、こうすることによってね、コーデが引き締まりますね。はい、いかがでしょうか、小宮さんコーデ。こうやってね、中の T シャツの裾が出ちゃうときはこうやってね、一回脱いでまくることをお勧めします。あんまりここの幅が太くなりすぎたらさ、シャツのシルエットが崩れちゃうんで、まあ2回折りぐらいでいいかなと思います。で強めにね、折ってあげてください。 T シャツの袖をまくったんで、はい、ノーハードね、試着ワングランプリで放送されたやつの中では一番ランクが上だったランキング2位の小宮さんのコーデを真似してみました。かっこええ、最高やん、やべっそってことでね、いやいや、2位じゃなくて1位であれ。小宮さんのモノマネが上手になってきたところで、今回ね、終わろうと思います。今回の動画参考になったよって方はぜひ高評価をお願い、高評で、このチャンネルですね、164センチの僕が低身長のための低身長による低身長のための低身長がコンテンツをね、作っていきますので、よかったらですね、フォローをお願いします。シウンという低身長男性に向けたブランドも運営しております。ぜひ応援お願いします。日本人の低身長男性を全員かっこよくするために活動してます。ぜひね、応援してもらえると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。せーの、インガザラシ。